南相馬にさ、朝日座って映画館があるんだよ。朝日座。ちょっと。何やってんだお嬢ちゃんよ。いい映画館だから立て直してほしいんだよ。映画好きの先生との約束を守るため福島へやってきた。もぎりこと言います。私の本当の名前は浜野朝日。あそこ潰しちゃいけないっていう遺言を伝えに。うちの爺さんが。そう、親戚。あの時の自分があの場所で見たから、もう少し踏ん張ろうって思えたからさ。あっぶね。震災もなんとか耐えたんだけど、コロナでとどめだ。映画じゃ人は救えねえ。本当の本当は続けたいんじゃない？もう終わったんだよ。バカ野郎、まだ始まっちゃいねえよ。数えきれない光をくれたあなたに。一人の迷える女の子、ここまでの映画好きにできたんだから上出来かな。たった一つの場所を守りたい。映画を愛する人たちのかけがえのない日々。浜野朝日の嘘つきどもと。お金ください。ぶっ飛ばすぞジジイ。